アメリカ合衆国特許商標庁はアメリカ合衆国連邦政府の商務省に属する機関の一つで特許及び商標の権利付与を所証する。米国特許商標庁は米国特許法及び米国商標法に基づく特許及び商標の権利付与を所証する。米国特許法では日本の衣装に相当するデザインパテント及び植物を保護するプラントパテントも 保護の対象となっており、米国特許商標庁の所証にはこれらの権利の付与も含まれる。この二つに対して、通常の特許は、ユーティリティパテントと呼ばれることがある。なお、植物品種保護制度としては、プラントパテント以外に、農務省が所証する植物品種保護法が別途、存在する。また、米国には、日本の実用新案に相当する制度は存在しない。 商標については、米国商標法に基づく、連邦政府の保護制度のほかに、州ごとに、古文堂による保護制度が存在するが、後者は、米国特許商標庁の所掌ではない。米国特許商標庁の本庁舎は、かつては、バージニア州アーリントン郡、クリスタルシティにあったが、2006年に、同州アレクサンドリアに移転した。 米国特許商標庁の総職員数は8913人で、うち5477人が特許審査官、404人が商標審査官である。近年の出願急増に対応するために、米国特許商標庁では2006会計年度2218人の特許審査官を採用しており、2007年度から2011年度にかけても毎年1200人以上の審査官を、 採用する計画である。ありがとうございます。